母さんの外食に来てですね、今日は雷ステーキってところに来ました。すごいね、安くてね、希少部位しっかり食品、イチボステーキ、これ200g、980円で食べれるみたいなので、今日は動画ということで、400g、1880円これで、動画の方でですね、皆さんにちょうど美味しい朝を伝えられたらなって思ってます。すごい安いよ、ダンプステーキだって 200g、900円だからね。座布団だって 200g、980円、ビフロースで1480円、でも安い、150g で1280円、ダントツすごい安いの、200g、980円のイチボステーキ、コンビステーキもあるのね、ダンプとザブトン100、150で1120円、ダンプ100とイチボ150で1120円、ザブトンのイチボの組み合わせで1450円、150、150円。そう、これがね、雷ステーキさんの卓上ソース。醤油があって、タバスコがあって、胡椒、塩。そう、これがシャンディアピンソース、ガーリックソース、ごまドレッシングとネギドレッシング。ネギじゃねえよ。ごまドレッシングと青じそドレッシングとフライドガーリックとマーガリン、ガーリックの、はい、こちらのカップに入ったスープとこちらのサラダはサービスになります。かなりお得だよね。シャリアピンソースは違うんだね。シャリアピンソース。これがね、わさび。わさび醤油で食べるとすごい美味しい。温醸造醤油を入れちゃいます。
ったね、これ。美味しそうだね。これでソースの方が完成です。ガーリックソースとシャリアピンソースとわさび醤油。自分でハマった美味しい食べ方はまず塩コショウをして塩をしてコショウをやって、この後にガーリックマーガリン、こっちにガーリックマーガリンを、一番美味しい。これすごい美味しいな、わさび醤油。これにわさびとご飯って相性いいから最高だな。甘みを足して、うん、うん、
動画の中でもさ、何ソースで食べてるって見やすいように、400g は食べてがあるね、おいしい。ガーリックマーガリン入れて、ガーリックチキン入れて食べるのが一番うまいかもしれない。だけどね、シャリアピンソースも結構おいしい。シャリアピンソース、まあ、名前がシャリってないシャリアピンみたいな感じ。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。